今の裁きを忘れないように動き出すのは相手が自分の手首に一歩が実は意外と大切です。もちろん相手との間合いにもよるんですが、最初に踏み込まないと相手に背中を向けてしまいます。そうなると武道としては危ないので、そうならないように、転換をするタイミングというのをよく、自分のことだけじゃなくて相手をよく見て伸ばさないようにしています。一挙。